北方にも様々な県城あり、東北各県の難攻不落の城を紹介。東北地方にも戦乱があった時代から様々な城が建てられ活用されてきました。中には難攻不落さで知られた城も各所にあるため、知っておくと東北を訪れた際に足を伸ばすきっかけになるでしょう。今回は東北各県の難攻不落の城をご紹介します。戦国期南部市の本拠城だった県城三戸城、青森県三戸郡三戸町。まずは青森県三戸郡三戸町にある三戸城です。三戸町の中心市街地にある丘陵に築かれました。丘陵は北側を熊原川が、東側を馬淵川が流れているとともに、南側も湿地帯に接している天然の要害でした。加えて丘陵自体も低地からの高さが90メートルで、規模も北東から南西に向かって約1500メートル、北西から南東に向かって約400メートルもの広さです。丘陵上には本丸を中心とする廓が設けられるとともに、江戸時代には家臣の屋敷群も丘陵上に建てられました。現在でも本丸などをはじめ各所に石垣や土塁が残っています。三戸城が築かれたのは1539年とされています。北東北地方の戦国大名南部氏の24代当主春政が家臣の謀反で元三戸城、青森県南部町を焼失したため、新たな根拠地として築いたのが始まりです。三戸城を築いた春政は一族の力も借りながら、北は下北半島から南は現在の岩手県でも北上川の中流域にまたがる地域を掌中に収めます。ただ春政には当初男子がいなかったため、叔父の石川貴信の子信直を婿養子に迎え、早くから後継者としていました。その後嫡男の春継が生まれ、春政の死後に家督を継ぎますが、すぐに病で亡くなります。このため信直が改めて家督を継ぎ、当時天下統一を推し進めていた豊臣秀吉に接近しました。1590年に秀吉が小田原征伐を行うと、信直は秀吉のもとに馳せ参じます。そして秀吉の命で三戸城以外の城下の放棄を命じられたため、信直は三戸城を居城にふさわしいものに改築しました。この頃に改築された三戸城は、当時多くの城郭で見られるようになった石垣が用いられるとともに、本丸にも天守ともいえる御三階櫓や御殿が建てられています。江戸時代に入って南部市の本拠が盛岡城に移った後も、三戸城はかつての居城として大切に扱われました。代官が派遣されて城主代理として城を守り、城自体も明治時代まで活用されました。豊臣軍に抵抗した北東北屈指の規模の要害、九戸城、岩手県二戸市。続いては岩手県二戸市にある九戸城です。二戸市の中心市街地にそびえる丘陵の上に築かれた平山城で、西、北、東の三方が川に囲まれています。城の広さも全体で東京ドーム10個分にあたる約36万平方メートルにも及び、北東北全体で見ても最大の規模を誇っていました。城内も本丸、二の丸、三の丸、若狭立、戸建てなどの廓が設けられていました。特に本丸や二の丸には豊臣政権以降に改築された際の石垣や堀が残されています。九戸城が築かれたのは室町時代後期の明応年間1492年から1501年のことで、地元を治めていた九戸光政が築いたとされています。九戸氏は後に盛岡藩主となる南部氏の一族で、東北で戦乱が本格化すると南部宗家の勢力拡大に貢献しました。
一方で南部市では後継者をめぐる争いも生じていたため、光政の4代のちの正真も宗家当主の座を狙っていました。やがて南部信長が豊臣秀吉の承認を受けて宗家を継ぐと、これに不満を持った正真は1591年に九戸城で挙兵しました。彼の挙兵を知った秀吉は大規模な鎮圧軍を派遣します。秀吉の命を受けた鎮圧軍は総勢6万で、秀吉の甥秀次を総大将に徳川家康、蒲生氏郷、上杉景勝、浅野長政らが従軍していました。6万の大軍の鎮圧軍は間もなく9月1日に九戸城を包囲します。一方の籠城軍は九戸正実を対象に女子供も含む5000人に上りました。豊臣軍は数に物を言わせて城攻めを開始しますが、3日攻めてもなかなか落とせません。やがて疲労がたまった豊臣軍は城内の女子供や下級武士の除名を条件に開城を進めます。正真は勧告に応じて城を明け渡しましたが、豊臣軍は約束を反故にして城内に立てこもっていた者全員を手にかけてしまいました。開城後の九戸城は金星城郭福岡城として建て替えられます。この際に本丸などに石垣が築かれますが、実はこの石垣は北東北のもので最古のものとして有名です。建て替えが終わった城は南部市に引き渡されるとともに、南部市の新たな本拠地となりました。福岡城は南部市がさらに南の盛岡城に移った後も存続しましたが、1636年に廃城となっています。日本史上初の兵糧攻めが行われた古代東北の県城、金沢の木、秋田県横手市。続いては秋田県横手市の金沢の木です。正確な場所は今もなお不明ですが、横手市の中心市街地から北へ約7キロメートル行った金沢八幡宮一帯にあったと考えられています。四方が断崖絶壁の岩山になっていた上に、数多くの塹壕が設けられていた天然の要害として伝わっています。ちなみに戦国時代にも金沢城として活用されていたとされ、発掘調査でも本丸跡から9世紀後半の遺物が出土しました。金沢の木が使われたのは平安時代後期の1083年から87年にかけて起きた御三年の役の時期です。御三年の役は東北地方の有力豪族清原氏の内部争いで生じたもので、後に鎌倉幕府を開く源頼朝の祖先である源義家が活躍しています。朝廷から陸奥守に任命された義家は清原氏の争いを止めようと動き、一旦は清原清平と家平の間を取り持ちました。しかし間もなく家平が清平を攻めたため、義家は家平討伐に乗り出します。家平は一度義家と清平の軍を破ると、そのまま金沢の木に籠城しました。1087年7月に義家と清平は金沢の木を包囲して攻撃を開始しますが、なかなか攻め落とせませんでした。そこで義家は従軍していた卑弥呼の秀武の提案を受けて兵糧攻めに切り替えます。城内では飢えに苦しむ者が続出し、女子供が降伏してきましたが、義家はあえて皆殺しにしてしまいました。これにより城では降伏もできないまま兵糧を食べ尽くしてしまい、11月には陥落しました。ちなみにこの金沢の木の戦いが日本史上初めて行われた兵糧攻めとも言われています。金沢の木の戦いの終結で御三年の役は終わりを迎え、義家と共に戦った清平は以降奥州藤原氏の初代当主として奥州一帯に支配権を確立していきます。伊達政宗が築いた仙台藩の中心地
仙台城、宮城県仙台市青葉区。続いては宮城県仙台市青葉区にある仙台城です。仙台市の中心市街地の西側にそびえる標高203メートルの青葉山を活用した城で、青葉城とも呼ばれています。城の東側は広瀬川に望む断崖絶壁が、南側には辰の口渓谷が、西側に大浦林と呼ばれる山林が囲む天堅さが特徴です。ちなみに東や北については広瀬川の流れも防衛線として活用できました。城の曲輪郡も青葉山の山腹に本丸や西の丸が、北側の麓に二の丸が、東側の麓に三の丸が設けられました。本丸の北壁などに石垣が残っているのも特徴で、切り込み剥ぎや江戸切りのような石材を整えて積む技法が取り入れられています。ただ過去の本丸の発掘調査では、政宗の時代に岩や石をそのまま積み上げる野面積みが用いられていたことも明らかにされています。なお本丸には最初から天守は築かれませんでした。これは徳川家康に警戒されることを避けるためと言われています。加えて政宗は臨終の間際に、この城は太平の世に向かないから、自分が死んだら修築するようにとも言い残したともされています。江戸時代という太平の時代にあっても、決して油断しなかった政宗の人柄がうかがえるでしょう。仙台城の歴史も見ておきますと、伊達政宗が築城したのは関ヶ原の戦いの翌1601年から工事が始まり、1602年には一応の完成を見ています。ちなみにスペイン人探検家のビスカイノは、完成数年後の仙台城を見て、城は日本の最も優れ最も堅固なるものの一つと評しています。政宗の時代は本丸と西の丸だけだったものの、政宗が1636年に亡くなった後は、麓に二の丸や三の丸が築かれました。以降は山上にある本丸や西の丸は使われなくなり、代わって二の丸が城の中心とみなされるようになります。その後江戸時代を通じて仙台藩の本拠となった仙台城でしたが、火災や地震に見舞われては再建することが何度もありました。明治維新後は陸軍の第二師団司令部として活用される一方、二の丸の建物群が火災に遭いました。残っていた大手門や隅櫓は1935年に国宝、現在の重要文化財とされましたが、戦時中に米軍の空襲で焼失してしまいます。戦後になると本丸は宮城県護国神社や仙台市の、二の丸は東北大学の敷地となりました。建物群はほとんど失われたものの、1964年に大手門の隅櫓が、2003年度には本丸北壁の石垣が復元されています。上杉の大軍を前に見事耐え抜いた県城、長谷堂城、山形県山形市。続いては山形県山形市の長谷堂城です。山形市中心部から南西に約6キロメートルのところにそびえる標高230メートル、麓からの高さ85メートルの城山を丸ごと活用しています。山頂付近には主閣が設けられ、主閣から各曲輪や城周辺への眺望も抜群です。ちなみに1600年の長谷堂城の戦いで、上杉軍の総大将直江兼続が陣取った菅沢山も山頂から一望できます。城山自体も南北約670メートル、東西約400メートルと広めの丘陵で、城が機能していた頃には全域に多くの曲輪や土塁、側面攻撃用の横矢がかりが設けられていました。周辺にも水堀があったほか、水田も広がっていたため、攻めてくる敵が容易に城に近づけないようになっていました。
長谷道場は山形城を本拠に出羽に割拠した戦国大名最上氏の支城で、山形城から見て南の防衛拠点として重要視されていました。築城年代は不明ですが、1514年に伊達胤宗、政宗の曽祖父が攻め落とした記録があるため、遅くとも16世紀初頭には築かれていたと考えられます。最上氏は11代義明、伊達政宗の叔父の時代に最盛期を迎えました。山形城を中心に村山地方を支配した上、天下人となった豊臣秀吉に接近して所領を安堵されています。しかし秀吉が1598年に世を去ると、政権内部で対立が生じるとともに、徳川家康が次の天下人になろうと動きます。やがて1600年になり、家康は会津地方を治めていた上杉景勝を攻めたことを機に、世は関ヶ原の戦いへと進んでいきます。義明も家康方につきますが、畿内で石田三成が挙兵して家康ら主力が制信した後、上杉軍が最上領に攻めてきました。上杉軍を率いるのは家老の直江兼続、しかも兵数も2万以上という大軍でした。兼続に率いられた上杉軍は最上領を北上し、ついに長谷道場を包囲します。長谷道場を守るのは最上家臣の志村昭康ら1000名だけでしたが、城方は周りに水田が広がる地形を生かして上杉軍を翻弄しながら、上杉方の将も何人か討ち取りました。兼続は長谷道場を前に攻めあぐねてしまいます。まもなく関ヶ原で西軍本体が敗れた知らせが届き、最上軍にも伊達政宗が派遣した援軍が到着します。兼続は撤退を決断し、迫ってくる敵を追い払いながら自身の居城である米沢城に退きました。戊辰戦争で1ヶ月も耐え抜いた名城、鶴ヶ城、若松城、福島県会津若松市。続いては福島県会津若松市の鶴ヶ城、若松城です。東北でも特に知名度が抜群に高い名城で、江戸時代には会津藩の本拠だったことで知られています。ちなみに若松城が正式な名前です。城は会津若松市の中心市街地でも南側にあります。市内を流れる湯川に近い大地に築かれていて、大地の西側に主閣が、東側に二の丸と三の丸が設けられています。さらに大地の北と西にはそれぞれ出丸があるのが特徴です。特に北出丸は隣の出丸や矢倉などから攻め手に一斉射撃を浴びせやすい場所にあったため、皆殺し丸と呼ばれるほどの防御の固さを誇りました。加えて東側の二の丸には高さ20メートルの石垣が設けられ、南側も堀や湯川の流れで鉄壁の守りが施されていました。鶴ヶ城は歴史が非常に長く、14世紀後半にこの地を治めていた芦名直盛が東黒川館を設けたのが始まりです。戦国時代になると芦名氏の最盛期を築いた16代森氏が本格的な城郭黒川城として整備します。芦名氏が1589年に伊達政宗に敗れて滅びると、黒川城は政宗のものになります。ただ翌年、秀吉が小田原征伐を行うと、彼の沙汰で政宗は北に国替えされました。そして黒川城に蒲生氏郷が入り、大規模な改築を行います。七重の天守を備え、石垣をふんだんに用いた城に生まれ変わった黒川城は1593年に鶴ヶ城と改名されました。江戸時代の1643年には徳川家光の義母邸、保科正行が入ります。以降は明治維新まで正行から始まる会津松平氏の居城として使われました。特に幕末には松平容保は京都守護職を務め、
明治維新に至る動乱期に活躍します。大政奉還で江戸幕府が滅亡した後、新政府と旧幕府の間で戊辰戦争が起きます。会津藩も旧幕府の主力として戦ったものの次第に後退し、ついには新政府軍が鶴ヶ城に迫ってきました。各地で勝利を収め、勢いに乗る新政府軍は鶴ヶ城に攻勢を仕掛けますが、会津軍は城の強力な防御力を背景に敵の前に一歩も引きませんでした。鶴ヶ城は結局1ヶ月も持ちこたえた後、政府軍の板垣退助の降伏勧告でようやく解除しています。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。